以下、老の命は、危機等に伝わる古代日本の豪族、物のべしの祖。古事記では、いかが思考の命と表記する。辻人天皇7年に、大物主神を祀る、神反物者という人に自分を祀らせれば、たたりも収まり、国も平安になるであろうと信託を述べた。天皇はその人物を探し出し、すなわちイフタタドロフル命を持ちて、 か主として、ご所山に、大宮の大御神の前を廃棄、祭り玉引き。また江かが志向の命に合わせて、天の八十ビラがを作り、天神地にを定めたて祭り玉行き。以上のようにして、薬病の流行は闇、国は平安になった、という。日本初期巻、第五もほぼ同じ物語を伝えているが、天皇が巫子、豊杉入姫命。 帝名状入り姫命をそれぞれ天照大臣、和大国魂神を祀らせている。その後、夢の前に占いをしており、山和ととひももそう姫命に神が乗り移る、という一幕もある。さらに、天皇の夢の後、進化の大水口スクネラの夢にも鬼神が現れて、大田殿魂士と、シーソ長尾氏をそれぞれ、大物主神と、和大国魂を祀らせればよい。 という内容であった。大田殿恩氏を求め、見つけることができた天皇は、すなわち物のべれんのそい回路を押すをして、上半物者にせむと、裏ナイフに、吉誌。また、瓶に高みをまつらむと、裏ナイフに、吉からず。にしようと占うと、吉誌と出て、またついでに高みをまつろうと占うに、吉からずと出た。わけ、宇治谷にたけしその後、天皇は、イ回イロ押に命じて、 物のべのようにたくさんある平家を祭人のものとされ、大田殿魂主を大物主大臣の祭主にし、シーソ長押しを馬体国魂神の祭主にした、という。これにより、薬病は収まり、国内も静まり、五国が実って、百姓はにぎわった。イカイロオスが登場するのは、この場面だけであるが、このことから、スジ天皇が山和国民は山の神を祀ることで、 大和政権の基礎を固め、周辺の諸国の統一に取り掛かったという再生一致の政策を行ってきたことが分かってくる。ありがとうございます。